プちゃんだよ。今日ね、プちゃん先にお散歩してるの。プちゃんね、先にお散歩させないとね、トイレの横でわざとおしっこするの。トイレあるのにね、この横でおしっこしてね、タイルマットとかね、もうお風呂場で洗わなくていけなくなってくて めんどくさいのよ。だから今日ブーちゃん先、昨日ブーちゃん先散歩行ったらね、もうすごくいたずらしたからね。ブーちゃん今お散歩行ってきたね。あらブーちゃん、あ、電車来るから切るね。またね、バイバイ。ブーちゃんだよ。プーちゃんもここに1時間ぐらいいる。あっちでね、穴掘りいっぱいしてた、ね、でもね、子供がちょっといっぱい集まってきてね、もう40分ぐらいずっと付きまとってね、動画撮影できなかったの。だからね、穴掘り動画撮れなかったわ。ね、この子、プーちゃんに踏まれた足の指ね、撮影しようとしたんだけどね、僕のね、指がちょっと指の爪がちょっと汚かったから、ね、取るのやめた。でもね、もうお風呂にも入れるしね、全く問題ないし、普通に生活してるよ、ね、ベッドね、3月30日に引き取りに来てくれるんだって。3月30日までは今のベッドでね、過ごさないといけない。さっきね、ちょっとだけどんぐり落ちてたのよ。だからね、もう手で食べさせたわ。一旦帰ろうかね。もうプッちゃんさっき散歩させたら楽だわ。もうね、すごく楽。ちゃん散歩させたらね、いたずら多分されてないと思う。もううんちもおしっこもしたからね。だからね、ブーちゃんはもう後にブーちゃん控えてることなんで、考えなくていいからすごく楽だわね。土日限定だけど、平日はちょっともう時間ないから、忙しいからね、できないかもしれない。じゃあね、またね、バイバイ。じゃあね、バイバイ。